第5章、ヨーガの座り方と立ち方。ヨーガを始めるにあたって、大切なのは、立ち方と座り方です。昔の人は、うるさいに、姿勢をよくしなさいという注意をすることが多かったのですが、最近は、姿勢などどうでもよいという風潮があるようです。これは、とんでもないことで、悪い姿勢は、骨格の歪みの原因となります。骨格の歪みは、 慢病の元となります人間が老化すると背中が曲がってきますがこれは脊柱が歪んでくることが原因ではなく悪い姿勢による骨盤の歪みが原因です骨盤が歪むとその上に乗っている脊柱が歪んでくるのです東洋医学で言えば骨格の歪みは基地の流れを阻害し万病の原因となりますヨーガでは まず正しい立ち方と座り方を得得することが必要です。第1説、座り方。洋画の座り方は、姿勢を良くする効果があります。さらに、瞑想の時の座り方に最適です。A 混合座。日本流の正座です。洋画では混合座、すなわちダイヤモンド座と言います。椅子の生活に慣れている欧米人には困難な体位ですが、 日本人には比較的なじみの深い座り方です。座り慣れていない人はすぐ足がしびれてしまうかもしれませんが1日10分くらい続けると慣れてきて足がしびれなくなります洋画での混合座は日本流の正座とやや違う点があるので注意してください一足は親指の先端が合う程度に近づけ膝は閉じておきます 日本式星座とやや違い、肩いをやや開いて座ります。こうすると、足の上の体が乗ることはなく、尻の大部分は床につき、体重が全部足に乗らなくなり、楽に座れます。偽骨を前へ反らせて、腹と胸を一旦前方に突き出します。3次に、顎をうんと引いて、後と部、うなじを十分に伸ばします。 4次に肩を落として力を抜き両手は膝の上に置きます5目は閉じて鼻の先か眉間に注意を集中しゆっくり呼吸してリラックスします B レンゲ座禅のゆいかふさに似ていますが尻に布団を当てない点が少し違います瞑想に最も適した座法で多くの仏像もこの座り方をしています 一曲げた右足下体部を左足大腿部に乗せ、次に曲げた左足下体部を右大腿部に乗せ、両足を組みます。時々、左右の足を組み替えます。足の裏は上を向き、両足背部は反対側の大腿部に乗ります。足の硬い人は、はじめは大変苦しい体位となりますが、ヨーガを続けて体が柔らかくなると、 だだんだんできるようになります左右の足を逆にして組んでも構いません。このような組み方ができない人は普通のあぐらすなわち曲げた右足の上に曲げた左足を乗せるかその逆に曲げた左足の上に曲げた右足を乗せて座ります。これはハンカフ座といいます。2上半身をまっすぐ伸ばし顎を少し引きます。目は閉じるか。 半顔薄めを開けるにします。3両手は開いて手のひらを上に向けて両膝に乗せ親指と人差し指を軽く握って丸いリングを作ります。これを H 印と言いいよい知恵を授かるという願いを込めた印です。または両手を下腹部に持っていき右手の人差し指から小指までの4本の指を揃えた上に左手の人差し指から 小指の4本の指のの本を揃えておきます左右の親指は指先を揃えて他の4本との間に楕円を作るようにします。これを崩壊手印といい阿弥陀如来の印です。C 達人座1両足を床の上に開いて座ります。左足を曲げて足先を手前に手で引き寄せかかとを 下院部部肛門と生殖器の中間部につけます左の足の裏は右の太ももの内側に密着させます。男性の場合、正器は左のかかとの上に乗る格好となります。に次に右足を曲げて、右のかかとを正器の真上の恥骨の前に据えます。右足の裏は左の大腿部に沿って、 伸び左足の大腿と肩の間に挟み込みます。両方のかかとは、四骨結合の前に上下に並び、正規をその間に挟むような形になります。三角はやや引き気味とし、両手は、崩壊手印を組むか、膝に上に置いて、H 印を結びます。慣れると、快適で、非常に健康に良い座法です。時々、 左右の足を組み替えます。第2節立ち方直立の体位山の体位1両足のつま先を揃えて立ちます2胸を張って直立し両腕は体側に沿ってだらりと垂らします3顎を軽く引いて肩の力を抜きます4心を足へ持っていき足の裏にかかっている自分の体重に意識を集中します かかとに体重の40%前方に60%かける位にします。5両肩を後方に軽く引いて首の後ろの部分を伸ばします。この姿勢で腰を伸ばしたままで全身をリラックスさせます。6壁を背中にして立ち後頭部、背部、天部、かかとの後ろが壁につき一直線になるようにします。また気持ちとしては 頭のてっぺんから糸で吊り下げられているような感じを持つといいでしょう。七個の体位を1から5分くらい続けます。